この子供たちの親を知りたい。このコメントは SNS 上である白人男性が公開した映像に対して投稿されたものです。公開された映像では日本人の子供たちとその白人男性の息子が交流する様子が捉えられており、この映像に対し海外の多くの視聴者からは驚きの声が上がりました。通常子供たちの無邪気な交流は見る者に温かい気持ちをもたらすものですが、なぜかこの映像には異なる反応が寄せられたのです。その理由は映像に映し出された日本人の子供たちの行動が日本人にとっては日常的なものであったものの、海外の人々にとっては想像もできないようなものでした。さてこの映像には一体どのような内容が含まれていたのでしょうか。詳細を確認していきましょう。ぜひ最後までご覧ください。新型コロナウイルスの世界的な流行から数年が経過し、状況が徐々に収束に向かいつつある今、世界中から再び多くの人々が日本を訪れるようになりました。彼らが日本を訪れる理由は多岐にわたりますが、その中でも特に多いのが日本独自の文化体験を望むというものです。日本の宮大工による精巧な木組みの技術や日本独特の木造建築は、激しい気候や地震などの自然環境を背景に独自の発展を遂げてきました。これらの技術や建築様式は世界中で高く評価され、多くの海外の人々が日本の建築美を見るために訪れています。アメリカ人建築家のアーノルドさんもこれまでに何度も日本を訪れ、京都や白川郷、高山、倉敷、大内宿などの世界遺産を含む建築物から多大な刺激を受けてきました。アーノルドさんは今回プライベートでの日本旅行を計画しました。新型コロナウイルスの流行中に結婚し子供が生まれたアーノルドさんは、初めての育児で疲弊していた奥さんをねぎらうためこの旅行を決めました。奥さんは出産後2ヶ月で職場復帰し、仕事と育児を両立させながら活動的な毎日を送っていましたが、その疲れは日に日に積み重なっていったようです。週末は息子くんの世話に専念し、平日もほとんどの育児を奥さんが担っていた状態でした。アーノルドさんも仕事で忙しく、育児を手伝うことが難しい状況でした。アーノルドさんは奥さんが家にいる間、いつも神経を尖らせ心からリラックスすることができないという悩みを打ち明けていたため、思い切って日本への旅行を提案しました。国内旅行ではなく意図的に海外旅行を選択し、その中でも特に日本を目指すことにしたのは、アーノルドさんが奥さんに日本特有の温泉文化を体験してもらいたいという願いがあったからです。海外の多くの地域では温泉が親しまれているものの、日本のように疲労回復や心身の癒しを目的として訪れる文化は珍しく、欧米の国々では温泉をレジャーの一環として楽しむという観点が主流です。こうした状況の中で自然の恵みを最大限に生かしながらも、あえて人の手を加えずに自然そのものの温泉を楽しむことが一般的な海外のスタンスとは異なり、日本では温泉成分の分析や研究が進んでおり、温泉療法としての医学的なアプローチにまで発展しています。このような温熱効果により体が温まり血液の循環が促進されることで、疲労物質の排出や新陳代謝の促進など体内の不要物質を効率的に排出する効果が期待できるのが日本の温泉の特徴です。日々の育児で疲れていた奥さんを少しでもいたわり癒したいという思いから、アーノルドさんは温泉旅行の計画を立てました。そして実際に日本の温泉を体験したアーノルドさん自身も、その深いリラックス効果と体の疲れを和らげる効能に大きな驚きを隠せませんでした。仕事のストレスで疲れていた時期に温泉に浸かることで、心身の疲労やイライラが温泉のお湯に溶け出していくような感覚を覚えたといいます。温泉に入った後、体がずっと軽くなった感じは言葉では表現しきれないほど感動的だったと、アーノルドさんは熱く語ります。この経験から、もう妻を日本に連れていく以外に選択肢はないと強く感じ、アーノルドさんは迅速に行動しました。家族3人で日本へ旅行しよう。
との提案は突然でしたが、奥さんは予期せぬサプライズや思いつきの行動をいつも楽しんでいました。アーノルドさんのこの提案に対し、奥さんの好奇心は大いに刺激され、行きたい、温泉にも入りたいし、私うなぎも食べてみたいのと興奮気味に答えました。実は奥さんもアーノルドさんから聞かされた日本の魅力にすっかり魅了されており、特にアーノルドさんが以前持ち帰ったうなぎパイなどの日本のお土産には強く興味を持っていました。うなぎパイだけでなく、東京バナナや鳩サブレなど、アーノルドさんが選んだ様々な日本のご当地お土産に奥さんの心は魅了されました。こんなにも美味しいものを食べた経験がなかったわ。甘さもちょうどよくて、食べ始めたら止まらない。食感も何とも言えないほど楽しい。と、奥さんはうなぎパイへの深い愛情を語り、その美味しさを広めたい一心で、近所の人や職場の同僚、友人にも熱心に分け与え、その絶品の味を力強く推奨していました。奥さんは、いつか本場日本でうなぎを味わってみたいという夢を抱いていましたが、コロナウイルスの世界的な流行や息子くんの誕生など、さまざまな出来事が重なり、その願いはずっと実現できずにいました。アーノルドさんも、いつも忙しい育児に疲れきっている奥さんの目に再び輝きが戻るのを見て、内心大変喜んでいました。そして、日本への旅行計画を具体化するにつれて、奥さんのワクワクした様子はさらに高まり、飛行機内でもその高揚感はピークに達し、息子くんもそんな母親の姿を見て嬉しそうでした。こうして、長い間待ち望んでいた日本へ、アーノルド一家は足を踏み入れました。空港に到着するや否や、彼らは次なる目的地である静岡県浜松市へと向かうために、休む間もなく移動を開始しました。新幹線での移動は、赤ちゃんである息子くんにとっての長旅の影響が心配でしたが、日本の新幹線の快適さには驚かされ、息子くんは目的地に到着するまでぐっすり眠ってしまうほどでした。東京から静岡までの約1時間、息子くんが眠っている間、アーノルドさんと奥さんはそれぞれの方法で旅の時間を楽しみました。奥さんは旅行計画を見直しながら旅行雑誌を熱心に読み、アーノルドさんはシートをリクライニングにしてリラックスする時間を過ごしていました。そんな穏やかな時、後方から特徴的な声が聞こえてきました。ちゃんとプリンセス座りをしなさい、というその声に日本語にある程度慣れているアーノルドさんは耳を疑いました。振り返ると、座席に勢いよく座ったテンションの高い5歳くらいの女の子とその両親の姿がありました。新幹線の静寂な車内で一人の女の子が大きな声で喜びを表現する様子は周囲に響き渡りました。女の子は新幹線に乗ることの興奮を隠せず、元気いっぱいに両親と会話を楽しんでいました。この光景を見ていたアーノルドさんは家族の幸せな瞬間に心温まりましたが、女の子の母親がすぐにプリンセス座りをするよう娘に促したことにさらに驚きを隠せませんでした。女の子は慌てて足を閉じ、背筋を伸ばして正しく座り直しました。この時、母親は静かにとか礼儀正しく座りなさいと直接叱るのではなく、娘がすぐに理解しやすい方法で静かに座るよう指示しました。女の子は素早くその指示に従い、アーノルドさんは女の子の素直な反応と両親の優しい教え方に感心しました。この一件からアーノルドさんは日本特有の子育てのアプローチを見ることができ、それが他の国ではあまり見られない独特な風景であると感じました。一方、アメリカでは公共の場所で子供たちが騒ぐことを基本的に放置する傾向があり、子供たちが自由に表現し自分の感情や意見を自然に表すことが奨励されています。この育児哲学は子供が成長する過程での自然な行動を尊重し、それを抑制することなく自己主張を促すものです。アメリカでは多様な価値観を持つ人々が共存しているため、自分の意見をしっかりと主張できることが社会で生きていく上で非常に重要です。このような背景から、子供たちは幼い頃から
自分の意見をはっきりと言えるように育てられており、自己表現の能力を高めることがアメリカの教育方針の一つです。この教育方針は多民族国家であるアメリカの社会構造に根ざしたものであり、自分の意見や感情を抑制せず明確に伝えることが重視されています。その結果、アメリカでは子どもたちが自信を持って自己主張できるようになることが社会で成功するための重要な要素と考えられています。日本においては周囲の空気を読んで行動することが一般的であり、自己主張を強く押し出すことが少ない文化が根付いています。そのため一般から外れた行動を取る人は社会的に浮いてしまうことがあります。アーノルドさんは初めて日本を訪れた際、この文化的な自己抑制について理解できなかったものの、何度もの訪日経験を通じてその深い意味を学びました。特に日本が自然災害が多い国であることから、困難な時には個人の意見や感情を抑え、他者と協力して乗り越えることの重要性を知り、大変感銘を受けました。アーノルドさんは、日本人が幼少期からこのような価値観を教育されて成長していることに対しても、驚きを隠せませんでした。例えば、ある女の子の場合、プリンセスのように品のある座り方をしなさい、という親の遠回しの指示に素直に従う様子は、日本の子供たちがいかにして周囲との調和を重んじ、自己制御を身につけているかを示す好例です。海外では想像できないようなこの教育法は、日本における子育ての特徴の一つであり、自由に行動する子供たちもいるものの、日本の親たちは忍耐強く社会で必要とされる最低限のマナーを教え込みます。公共の場では特に、走らない、静かにする、話すときは周りに迷惑をかけないなど、多くの暗黙のルールが存在し、これらは法律や明確な決まりではないにもかかわらず、多くの日本人が自然と守り、それに従って生活しています。親が子供たちにこれらを教え続けるのは、社会に適応できる、常識を備えた大人になってほしいという願いからです。この厳しいとも受け取れる教育方法は、日本独特の社会の一面を形成しており、訪日した際には外国人にとって非常に印象深い体験となるでしょう。その後、アーノルドさん一家は静岡県浜松市に到着し、奥さんが大好きなうなぎパイをフィーチャーしたスイーツを楽しんだり、地元で有名なうなぎ屋でうな重を心ゆくまで堪能しました。奥さんは念願のうなぎを味わうことができ、その喜びを何度もアーノルドさんに伝えたそうです。またアーノルドさんたちが宿泊した旅館でのバイキング形式の夕食では、息子くんのことを考慮して広々とした席を用意してもらいましたが、隣には中国人の家族が座っていました。結果としてアーノルドさん一家にとって異文化を知るという意味で貴重な経験となりました。中国人の子供たちが騒いでも、その親たちは会話に夢中で周囲に配慮する様子は見られませんでした。子供がこぼした食事に対しても何らかの対応をしようとする様子はありませんでした。これまでに見てきた日本人の振る舞いとは対照的なこの光景に、奥さんは大きくため息をついたといいます。日本人と中国人の見た目の違いは判別しづらいけれど、態度や行動ではっきりと区別できるわね、と奥さんは言葉に辛辣さを込めて述べました。アーノルドさんも奥さんの意見に深く同意しました。日本を訪れる中国人観光客は多いものの、その中には礼儀を欠く人々もおり、アーノルドさんたちから見てもその態度は好ましくないと感じました。自らの行動を見直さずに自己中心的な振る舞いをする人々に対し、アーノルドさんたちはこれを改めて認識しました。そしてアーノルドさん一家は時間を見つけて宿泊している旅館の近くの公園を訪れました。息子くんをずっと抱っこしていたため、思い切り遊ばせたいと考えたからです。公園では彼らにとって忘れられない体験が待っていました。整備された公園には子供たちが自由に遊べる大きな遊具があり、日本の子供たちは元気いっぱいに遊んでいました。息子くんは遊具で遊ぶにはまだ小さかったので、木陰でレジャーシートを広げて座らせました。好奇心旺盛な彼はすぐに草花に夢中になりました。そんな時、遊具で遊んでいた3歳から4歳くらいの子供たちが、
赤ちゃんかわいいねと言いながらアーノルドさんたちの元へ駆け寄ってきました。これは予期せぬ出来事であり、アーノルドさんは驚きを隠せませんでした。通常日本人は他人とのむやみな関わりを避ける傾向にあり、アーノルドさんはこれまでそう理解していました。しかしこの時の日本の子供たちは息子くんが驚かないように丁寧に座り、目線を合わせながら優しく話しかけてくれました。このような積極的な交流はアーノルドさんが思っていた以上に日本の子供たちにとって自然な行動だったようです。公園で愛息を抱っこしていたアーノルド夫妻のもとへ子供たちの母親たちが慌てて駆け寄ってきました。しかしアーノルド夫妻は笑顔で子供たちを迎え入れ、彼らの様子をじっくりと観察していました。その時一人の女の子がアーノルド夫妻に近づき、赤ちゃんの頭を撫でてもいいですかと尋ねました。この行動にアーノルド夫妻は驚きを隠せませんでした。普通の子であれば衝動的に赤ちゃんに触れてしまうでしょう。しかしこの女の子はまずアーノルド夫妻に許可を求めたのです。アーノルド夫妻は快く許可をすると、女の子はさらに驚くべき行動に出ました。なんと赤ちゃんに触れる前に公園の水道まで走り手を洗い始めたのです。その後他の子供たちもアーノルド夫妻に、ほっぺを触ってもいいですか、抱っこしてもいいですかと尋ね、許可を得ると女の子の後を追って手を洗い始めました。突然の子供たちの行動に母親たちは慌てて謝罪しましたが、アーノルド夫妻は笑顔で子供たちを受け入れました。手を洗い終えた子供たちはそれぞれの母親のもとへ駆け寄り、母親のハンカチで手を拭き始めました。この出来事を通してアーノルド夫妻は子供たちの純粋な心と母親たちの愛情の深さに触れました。愛息のために子供たちがここまでしてくれることにアーノルドさんは驚きと感動を隠せませんでした。思わずその光景を動画で撮影し始めます。子供たちは息子くんが嫌がらないように優しく頭を撫でたり頬を撫でたりしました。かわいいという声が絶えず、息子くんも初めての経験を楽しそうに笑いながら子供たちと戯れました。その時息子くんは足元の草をむしり取りそのまま口に入れようとしました。すぐにアーノルドさんの奥さんが動こうとしましたが、それよりも早く子供たちが息子くんを止めました。食べられないよ、おいしくないよ、お姉ちゃんにちょうだい、そう言って笑いながら息子くんから草を受け取りさっと背中に隠しました。続いて別の子がハンカチで息子くんの手を丁寧に拭き汚れていないか確認しました。別の子は母親から携帯用のアルコール消毒液をもらってきてアーノルドさんたちに見せました。これ赤ちゃんでも使えるものです、赤ちゃんの手に塗ってもいいですか。動画を撮っていたアーノルドさんも目の前の微笑ましい光景と子供たちの礼儀正しさにただただ感心するばかりでした。その後も子供たちはアーノルドさんの息子くんと楽しい時間を過ごしました。元気な男の子は息子くんにテントウムシを見せてくれたのですが、その時も息子くんが誤って口に入れてしまわないようにしっかりと気をつけてくれていました。これほどまでに相手を思いやりがあり配慮深く接することができる子供たちはきっと日本人の子供たちだけでしょう。アーノルド夫妻はこの日子供たちの純粋な心と優しさに深く感動し、日本の文化や教育の素晴らしさを再認識しました。帰る際子供たちは息子くんだけでなくアーノルドさん夫妻にも丁寧に挨拶をして帰っていきました。その姿に感動したアーノルドさんはその日のうちに SNS に動画を投稿しました。すると海外の多くの人々から息子くんへの子供たちの温かい対応が注目されました。子供たちだけじゃなくて親の姿ももっと見せてというコメントも多く寄せられ、子供たちをそのようなに育てた親御さんにも敬意が払われていました。アーノルドさんの奥さんは今回の旅行で日本のことがさらに大好きになり、これからは1年に最低でも2回は日本に行きたいというほどになりました。もっと日本語の勉強をしたいわ、そして次に来た時はもっと日本にいるお母さんたちと交流したい、
バカンスできたはずなのに、日本では礼儀や思いやりをとても学べるわね、と語っていました。近年はグローバル社会になり、自己抑制を重視する日本のような文化が埋没してしまうのではないかという声もあります。しかし日本人の礼儀正しさと配慮は今でも世界中の人々から高く評価されています。順応性も日本人の優れた特徴の一つです。それぞれのいいところを吸収しつつ、日本人の誇りである礼儀正しさと配慮も今後大切にしていきたいです。アーノルドさんの奥さんのように、今後はもっと日本人と関わりたいという海外の方が増えるかもしれません。そう思い続けていただけるよう、受け継がれてきた伝統を守り行動していきましょう。日本人の誇りを忘れずにいれば、それは決して難しいことではないはずです。本日の動画は以上です。視聴者様からのコメントが動画制作の励みになっております。ぜひともご意見をお寄せくださいませ。ご視聴ありがとうございました。